ヘトラフェニルメタンは、方向族炭化水素の一つで、メタンの水素がすべてフェニル元に置き換わった構造を持つ。モーゼス・ゴンバーグにより1898年に初めて合成された。ゴンバーグによる古典的な合成法を、下の図に示す。トリフェニルブロモメタンを、フェニルヒドラジンと反応させて、トリチル誘導体酸を得た。それをアショウで酸化して、アゾカ合物4とし、 溶融熱分解により窒素分子を有利させてテトラフェニルメタンを得た。ゴンバーグはテトラフェニルメタンをトリフェニルメタンと区別するためにニトロ化を行った。ニトロ化されたトリフェニルメタンはメチンくらいのプロトンが塩基により引き抜かれやすく、かつ残るカルバニオンが強く発色することを利用した。さらなる証拠としてテトラフェニルメタンのニトロ化物力を作産中で 亜鉛粉末によってアミン7に還元し、このロイコ色素化合物を塩酸にさらしてペローザンナリンへと誘導した。ゴンバーグはテトラフェニルメタンの合成に続いてヘキサフェニルエタンの合成に挑戦し、その研究を通して初めての安定なフリーラジカルであるトリフェニルメチルラジカルを発見した。M ゴンバーグオンテトラフィナイルメセンジェケンソック 20,773から780、ドイ、10.1021,JA02072A009。ありがとうございます。